こんにちは、土の子です。さあ、ペーパーマリオの方続きやっていきましょう。まずはボーリングを投げるぞ。ここで合ってんのかな、ストライク。どれどれ、ボーリング投げてみっか。ボーリングの球をこんなところにペタペタと。どうなる？わお、アトラクションみたいになった。誰の完成？すげえ投げ方。あ、ちゃんとカーブ描いたよ。マリオが投げたみたいにしてんじゃないよ。今見てたぞ、投げてないの。リプレイまで来ちゃった。ストライク。いいね、いい場所。僕小学生の夢プロボーラーだったからな。でもカーブボールは投げられなかった。また戻ってきたやん。あ、すげえ、ちゃんと戻ってくるんや。脇はガーターになってんだね、ガーター。さてさて、行きましょう。さあ、最後の花ちゃんの体ですよ。さて、あ、その前にあれだ、秘密の扉1個持ってっとこう。穴ポコか。さてさて、うん、こっちは、あれ、こっち行けるけど。穴に落ちるだけかい。あ、いや、ちょっと待てよ、向こう側行けるんじゃねえよ。やっぱりジャンプすればいいだけじゃないの、今の。ほら、お、なんちゅう、飛んでったぞ。こっちに飛んでかなかった。でも、向こう側に行ってんのかな。ちょっとこのデカキラハンマー使ってみるか。よし、うわ、でつえ。めちゃ強、めちゃ強でしたよ。さすがデカだね。あ、これバッテンがないとダメと。剥がすとパターン。はいはいはい。おお、やったぜ。なるほどなるほど。ああ、最悪、もっと探索したかったのに。落ちちゃった、ここ。ここは？ほほう？はいはいはい。なんか、おお、やったぜ、クッパテープ。くしゃくしゃにはなってないんだね。これで土台が出来上がりまして、クリアはできるようになったと。ただ花ちゃんは見つかってない。花ちゃんあっち側行っちゃってるんだよな。逆側行ってなかった？あ、待って、キノピオやん。おい、ちょっと、また弱いもの締めしてる。いい加減やめなさいよ。はい、マジオ、毎度同じに意味よ、弱いものです。助けていただけるなら助かります。マリオ、こんな奴らさっさと50コイン渡しておっぱれましょう。もうコイン渡す、またコイン渡すか。ほら、うひょー。あー、すごい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 。本当にコインを渡したのね。懲らしめるって言うかと言って、こう、ルーシーが言ったんじゃん、そうやって。大丈夫かい？助かりました、マリオさん。毎度のことながらすみません。静かなところでゆっくり旅の疲れを癒そうと森を訪ねてみたのですが、毒に侵されていたなんて聞いてません。癒されるどころか散々毒されちゃいましたよ。だいぶ深いとこまで来てるけどね、ここ。森で癒しとか結局まどろっこしいだけでした。やっぱりこれが手っ取り早いですね。開き残しいる、僕持てないけど。
もうモテない。もうモテない。その場で捨てていくっていうね。森を愛するキノピオもいるそうですが、私にはそういうスローなライフスタイルは無理だな。もっと刺激的でスピード感あふれる楽しいところに行ってきます。ちょっと欲しいから整頓したらほらモテるよ。オッケー。さてさて、あー、こっちにもう一つのゴールがあると。もう一つゴールあるんやね。そして、花ちゃんが見つかってないんだが、一旦クリアするか。花ちゃんどこに連れ去られた？は？花ちゃん、どういうこと？もうステージから外に行ってたってこと？そういうことか。じゃああっち側行かなきゃいけない。どうやって行く？ちょっとペパライズを見たりして。あー、何かあそこから出ていくってことは、こっち側に何かなきゃいけないんだな。なんか怪しくね。こっちも行けず。あ、落ちれた。まさかの落ちれたっていう。これか。なんか人型っぽくない？これ、入れるな、中。ちょ、待って。よーく見とかないと、秘密ドアがまだないからね。秘密ドアないやん。あ、これもしかしてここの穴から出てクリアじゃない？予想。あ、ほら、やっぱり。一旦ここ落ちて。あ、あった！ここや。ここでした。発見。風船か。風船ゲット。オッケー。毒に入るっていうのはなかなか、これもまたちょっとひねってありましたな。もう一個ステージあんのか。じゃあもうないかと思ってあと一つにしたのに。じゃあまたもう一個ちょっと取ってこなきゃいけないな。さてさて、荒波海岸。どんな場所だい？え、大丈夫か？え、なんで？あら、花ちゃんちゃん、毒まみれなのにまだ暴れたいの？カメックの魔法の効き目も随分しつこいのね。本人の性格通りだわ。しかもゲッソーまでどさくさに紛れて入ってきちゃってるし、なんだかややこしいけど、やっちゃいましょう。よし、来いや。あれ、間違えちゃった。僕なんかボタン押しちゃってた。はいはい、はい、オッケー。よし、行くぜ。よし。燃やしたぜ。消し済みだ。どこ行くの？どうした？あ、ルイージいる奥に。何？花ちゃんちゃん、どうしたの？あの毒の島を見て怒ってるんだわ。でも残念だけど、調べに行く方法がないのよ。毒の海を泳ぐわけにもいかないし。どこ行くの？またどっか行っちゃった。あ、ちょっと、兄さん取っとく？これはさすがに見つけたぞ。やあ、兄さん。行っちゃった。兄さんはこっちだった。間違えた。弟だった。あれ？
あ、なんだこれ。懐中時計ゲット。砂に埋まってたね。扉がないんだけど、秘密の扉があるかなと思ったんだけど、ないとこもあるのかな。どこ行っちゃったの。何してるの。あら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 そんなとこ行きます。どうしたの、何してんの。お客さん困ります。はなちゃんちゃんどうしたの、落ち着いて。この方が森の沖の小さな島まで何としても行きたいらしいのですが、あの辺りで最近釣り船が消息を絶ったばかりなのです。すなわち危険です。危険なところに船は出せません。聞いた、はなちゃん、船は出せないそうよ。ノクヨ何とかしたい気持ちはわかるけど、船で行くのは諦めましょう。はぁ、はなちゃんがっかりで、でもついてきてくれるようになった。なんか一緒についてきてるときにいろんなとこ行っとかないと日記書かれませんよって言ってたな。岬に行ってくださいって言ったっけ。どう顔真っ赤なっとるやんけ。はなちゃん落ち着いて、どこは私たちが何とかするから大丈夫。シュンとしちゃった。あと、やってないのがムーチョでムーチョをやってって言ってたっけ。日記見たい見たいやっぱり始まるのね。何回もできるんだ、ムーチョでムーチョ。一応さ、スペシャルステージであそこで花ちゃん見てたからな、これ大丈夫じゃないの。拍手うん、いい感じ。本番も今の調子でよろしくね。暇ですね。本番に参りましょう。ゲームチャレンジするしとくか、一応。丸バツクイズね。うん、ここやん。終える、終える。スペシャルステージはいいよね。煮え切らないですね。オッケー。これで大丈夫かな。取り逃しあると嫌なんだけど。おーい戻ったね、全部。どう、はなちゃんの体全員集まりました。はなちゃんの体に代わってはなちゃんからもお礼を言います。ありがとう。逃げるわ隠れるわ暴れるわで、そりゃ大変だったのよ。でも全員無事でよかったわ。さあ、いつまでもそんな格好じゃ風邪ひくわよ。早く元の姿に戻ったらどうかしら。はい、では元に戻るです。ダメです、体にくっついて、体がくっついてくれません。カメックの魔法もなかなか強力ね。じゃあ私もちょっと頑張ってみようかしら。さあ行くわよマリオ。よいしょっと。お、なんだ、組み替えるのか。おお。生きてるこのペパライズなんて初めてよ。でも同じペラペラだもの、うまくいくわよね。つなげて貼り合わせましょう。同じなのかな。ペットペット、どうですか？全部貼りました。なんか変に貼っちゃった、ごめんなんか遠近感がつくように貼れちゃった。わい、はなちゃん元通り。マリオさんとルーシーさんのおかげです、ありがとう。あれ？でもはなちゃんは元に戻っても森はまだ毒毒のままです。はなちゃん毒の上では歩けても毒の葉っぱは食べられません。お腹が空いて死んじゃうかも。ちょっと待って、つまりカメックははなちゃんちゃんが毒の上を歩けることを知っていて、あの島に行かせないよう魔法でバラバラにしたってわけね。
ひどい、温厚な私でもこれはさすがに頭にきたわ。花ちゃんもなんだか頭にきたです。お、花ちゃんも頭にきたです。あの毒の島へ毒毒を止めに行く。マリオ、ルーシー、荒波海岸で待つです。プリプリ行っちゃった。シュ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 、トーマスみたいになってるぞ。でも律儀にちゃんとか、あの階段を降りていくんだね。縦になってる。真正面から見たら細い。すごい勢い。さあ私たちも荒波海岸へ行きましょう。さあこれでボス戦なのかな。さてさて、それじゃあね、今回はあれだ、ハートのかけらがあるよって言って教えてくれたんだけど、マジどこだ。ちょっとコメントを頼りに取り残したハートのかけらを取りに行く旅に出ましょう。あ、これか。あ、ほんまや。ほんとだ。あった。こんなん気づかねえわ。よっしゃー、見つけたっていうかほとんど答え教えてもらったけど、おおよその位置だけ見てね。今ね、あの脇に穴が開いてるのを発見いたしましたよ。さて、それじゃああれだ、投げとくか。ボーリングの球。あー、でけえ、やべえ。スポンジ、ちょっと待って、ボーリングの球とスポンジしかねえな。思いのほかでけえ。僕が今使ってるスポンジに似てるな。すぐボロボロになるよね、ああいうの。風船物よく覚えとかないとな、これ。懐中時計。ああ、ドアシールか、確かに。そういやそうだわ、貼ってなかった、ここに。さあ、じゃあ次回は、ボス戦でしょうかね、頑張って対決してみたいと思います。ということで、よかったらまた次回も見てください。それじゃあ、つちのこでした。